ただいま。やっぱ兄ちゃんは優しいよな。もじゃないけどそんな風に言えないよ。あげくにそれも全部忘れて、ありがとうの一言で終わりって。本当にわかりますか、こんな最低の母親を持った俺らの気持ち。大学まで出してもらったんです。俺は兄ちゃんに甘えて好きに生きてきただけで。だからその分これからは自由に生きてほしいなと思うんすけどね、頭の上がんない弟としては。